これは子どもたちにお米がどのように作られているか学んでほしいと JA 富士伊豆原支店が毎年行っているもので、沼津市一本町にある小畑秀明さんの水田で地元の幼稚園や保育園の5歳児46人が田植えを行いました。園児たちは白かきが終わった田んぼに入るとまっすぐ張った糸に沿って稲の苗を一本一本植えていきました。田んぼ歩くのどうだった？楽しい。それで一生動けなくなりそう。10月には稲刈り体験を行い、収穫したお米は精米して子どもたちにプレゼントされる予定です。